松井和美1月8日隊は、日本の政治家、厚生労働官僚、広島県広島市長、広島県広島市東区、牛田出身、広島市立牛田小学校、広島市立牛田中学校、広島市立元町高等学校、京都大学法学部卒業、1976年、労働省入省、同期に、 金子純一元厚生労働事務次官、伊原昌介元岩国市長など、本省勤務のほか、在英国日本国大使館で一等書記官を務めた。同期の金子官房長の部下として、官房総括審議官を務めた後、2008年、中央労働委員会事務局長を最後に退官した。広島市議会にはもともと自由民主党系会派が複数存在し、 広島市長選挙への対応をめぐっては、各会派の対応が分かれ、保守票が分裂した結果、革新系の秋葉忠都市長に3連敗していた。しかし、秋葉が2011年の広島市長選挙への不出馬を表明したため、自民党警視議が結束し、その結果自民党、公明党の推薦を受けて、立候補した松井が、秋葉市政の政策を否定する公約を掲げ、 立候補。2011年4月10日に行われた市長選で民主党や社会民主党が支持する秋葉市政下で副市長を務めた総務官僚豊田朝子などの候補者ら5人を破り初当選した。4月12日市長に就任。広島市長就任後秋葉前市長が推進してきた下記の各事業の廃止再検討を行った。また、 秋葉市政時代に悪化していた広島県庁及び広島市議会との関係改善にも言及した。秋葉の推進してきた政策については変更を示唆したが核兵器のない世界の実現のための平和市長会議等の活動は継続する意向を表明した。広島平和記念式典にて読み上げる平和宣言に戦後初となる被爆者の体験談手記を引用した。 福島第一原子力発電所事故に際しては、日本政府に対しエネルギー政策の見直しを要請する考えを示し、歴代広島市長で初めて脱原発発言をした。なお、広島市には、島根原子力発電所を持つ中国電力の本社がある。2020年5月27日、新型コロナウイルス対策の財源に充てるため、自身と副市長を含む、 特別職の6月から11月までの月額給与を10%減額する条例案を市議会臨時会に提出した。同日、同条例案は可決された。2021年1月4日、性的少数者の同性カップルが婚姻と同等の扱いを受けられるパートナーシップ宣誓制度を導入した。2011年6月16日に、 被爆体験記を出版した被爆者らと面会し、意見交換を実施したが、その際、被爆者であることを理由として、医療費支給を求められたことに触れ、悪いことではないが、亡くなった人のことを思えば簡単に言える話ではない。くれ、くれという権利要求みたいな気持ちではなく、ありがとうの気持ちを持つことを忘れないように党の趣旨の発言をした。この発言に対し、 日本共産党系の広島県原爆被害者団体協議会の金子和史理事長は被爆地の市長でありながら被爆者援護に対して無理解だし広島の実相を知ればこのような発言はできるのかと非難のコメントを発表したほか日本原水爆被害者団体協議会も発言の撤回を求めた同年6月23日の広島市議会定例会にて この発言について陳謝した。2013年12月3日に、地元の写真記者らとの懇親会で、サッカー J1 で優勝争いをしているサンフレッチェ広島について、2位でもいいという趣旨の発言を行った。翌日の4日に報道陣の取材に発言を認め、優勝を望んでいると言った上で、新スタジアム建設の検討に時間が取れるといいという意味で言った。誤解を受けたことは、 心からお詫び申し上げますと話し陳謝した。そして、最終節にサンフレッチェ広島は日から0で、鹿島アントラーズに勝利し、首位だった横浜 F マリノスは川崎フロンターレに0の1で、敗れたことにより逆転優勝となった。その後12月12日に行われた優勝祝賀会では、チーム関係者に対しての謝罪を行い和解に至った。2014年8月20日未明に、 広島市で土砂災害が発生した際、市は20日午前4時15分に最初の避難勧告を発令し、広島県に自衛隊の派遣要請もしたが、松井は避難勧告後も市長交換にとどまり、午前7時15分まで登庁しなかった。これについて、松井は22日の記者会見で寝たり休んだりしながら情報を聞き、 対策会議を開くということで関係者を招集したと述べたが30日の記者会見で寝たり休んだりしていたとの説明について改めて問われると私が寝たり起きたりしていてはいけないとマニュアルには書いていないと反論した父秋代は広島の伝統工芸品ドーム氏職人平和を通り中町付近大地に生えた手を表すモニュメントには鳩がには飾られているが この鳩は父が作ったものである。43歳で死亡した母親は、広島への原爆投下により被爆した。よって、松井は被爆二世である。本人によれば、被爆したのは母だが、ほとんど語らなかった。という。妻、一男三女あり。ありがとうございます。